さあ1メーター20センチクラス最終種目となりました。まず1番目の選手、大藤由美選手、早くも第一障害がかかります。大藤選手は滋賀県立立東高等学校から水中大学の小学部2年生になりました。乗馬歴は8年あります選手。この乗りますドレイン10番、北海道で生まれましたサラブレット17歳になりませんか。この馬とともに先月行われました全日本学生の障害系競技大会個人で第8位に入賞しております。そしてこの大藤選手は総合馬術競技ラスベガスという馬に乗りまして第3位の全日本学生の成績を持っております。さあ第8障害から第9の障害、高さが1メーター20センチあります。さあ残すところはどうですか。さあ現在第1障害の赤、そして最終のダブル障害 A から B 障害クリアした